もっと回してもっとぶつけて最強の称号手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かえ。誰かは知らないが、このベイパークで勝手な真似をする奴は許さない。お前が飛龍院忍か？少しはやりそうじゃんか。俺は黒金ゼロ、この俺と勝負しろ。いいだろう、俺の忍びサラマンダでこのスタジアムから叩き出してやる。できるもんならな。うひょー、これはついてるっす。あの飛龍院忍のバトルが見られるっす。なるほどね、すげえなこのスタジアム。さあ始めようぜ。こいつが俺の相棒、サムライイクレイド。お前のベイとどっちが強いか勝負だ。サムライイフレイド。準備は整ったようだな。来い飛龍院忍。やつはまだこのスタジアムに慣れていない。なら行くぜ。3、2、1、ゴー。行け、イフレイド。走れ、サラマンダ。何？あ、イフレイド。やっぱりな、隙だらけだ。サラマンダ。いいぞ、忍ぶ。一気に決めちゃえ。そんなアタックくらいで。忍のサラマンダか。うひょー、なんてパワーしか。このクロムウィールの2本の角が突き上げるような凄まじいパワーを生むすね。へえ、パワーなら俺のイフレードに勝る兵はないぜ。さすがにパワーは自慢するだけのことはあるけど、パワーだけで倒せるほど俺のサラマンダは甘くないぜ。の防御力と持久力を合わせ持ったセミディフェンスボトムのバランスは絶品っす。そして今度は俺の番だ、サラマンダ。出た、サラマンダ得意の超連打攻撃。おお、さすがだぜ。いいぞ十分イフレード。やっぱやるぜこいつ。サラマンダの安定した回転と走りから繰り出す連打攻撃は決してイフレードのパワーに引けは取らないっす。よし、まだやっちまえ。そうはいっか。こうなったらあの技で決めてやる。止め、イフレード。ああ、しまった、このスタジアムは飛び出せないんだ。え、何しようとしたんだ。だったらこうだ。勝てないと知ってやけになったか。その程度のやつか。サラマンダ。決まった、
そいつはどうかな。イスレイド、何これが必殺のシューティングスタークラッシュだ。いっけー、あいつサラマンダのパワーを利用したのか。うわー、あの技は、え、あのベイはもしかして。俺は伝説の鋼銀河を超えるブレーダーになるんだ。鋼銀河、かわせサラマンダ。どうなった、サラマンダは。自ら墓穴を掘ったな。これで終わりにしてやる、サラマンダ。あ、イクレイド、やった、忍の勝ちだ。ざまあ見ろ、この町のブレーダーの実力思い知ったか。俺のイクレイドが負けた。お前が伝説のブレーダーの名前を口にするなど100年早い。なんだと、お前の負けだ。とっととこのベイパークから出ていけ。しかしすごいバトルでしたね。黒金ゼロか。マル、彼と彼のベイのデータちゃんと取っているわね。バッチシス師匠、データはまるっとマルがいただいたっす。そう、じゃあ後でそのデータを私に。ううん、やっぱりマルが持ってて。これからもあのブレーダーとベイは要チェックよ。ラジャ、くそ、負けた。はあ、こんなんじゃ鋼銀河を超えるなんて本当に100万年早いよな。で、弱気になってどうする。俺は修行のためにこの町へ来たんだ。簡単に勝てるやつと戦ったって意味はねえ。見てろよ、飛龍院忍。今度バトルするときは絶対負けないからな。あ、そういや俺今朝から何も食べてなかったっけ。あ、腹が減っては修行はできないってね。よし、まずは腹ごしらえだ。いらっしゃいませ。うわ、へいよまし。すげえ。どうじゃい、これがブルバーガー特製レオーネ先人の谷地獄の暴風壁セットじゃい。あまさんぶ食ってくれ。おお、食ってやるとも。なんだこんなもん。はぁ、いい食いっぷりじゃな。パワーを充電して、もっともっとベイの修行に励まなきゃな。あの新型スタジアムにさえなれりゃ、忍びなんか負けないっけよ。忍ぶって、何言い訳してんだ俺。スタジアムなんて関係ない。負けは負けだ。お前、この辺じゃ見かけん顔じゃが、ひょっとして、あの飛龍院忍とバトってきたんか。え、忍を知ってるんですか。当たり前じゃ。俺はこのブルバーガーの店長兼ベイパークの指導員なんじゃからな。店長さんもブレーダーだったんだ。お前、ブレーダーのくせにこの俺を知らんのかい。ハラブル猛牛ダークブルの使い手ベンケイといえばスターなのと、だ伝説のブレーダーの一人じゃぞ。伝説の、え、まあいいわい。とにかく指導員の俺が言うんじゃから間違いない。飛龍院忍はまさしくベイの天才。その忍に負けたのなら仕方ない。ま、相手が悪かったな。仕方なくなんかないぜ。諦めたらそれで終わりだろ。俺はもっともっと強くなる。最強のブレーダーになるまで絶対に諦めたりしないぜ。うん、よう言うた。その勢いよしじゃ。なーに、一度や二度負けたくらいどうってことないわい。諦めずに立ち上がった者だけが強くなれるんじゃ。グリグリ、なんだよ、さっきと言ってることが全然違うじゃん。まあ細かいことは気にするな。しかしお前を見ちょると昔の京也さんを思い出すの。京也ってひょっとして鋼銀河のライバルの。世界最強と謳われた鋼銀河に
一歩も譲らず挑み続けた京也さんは俺の憧れだった。京也さんは俺に男の生き様を教えてくれた人生の師匠なんじゃい。店長は昔たてがみ京也の舎弟だったんすよ。うわぁ俺のポテト。けど丸は銀河の方が好きだな。あ、でもでも丸の神はまどか師匠っすけどね。なんなんだよ一体。というわけで少年、強くなりたいか。そんなの決まってるだろ。誰よりも強くなってあの鋼銀河だって超えてみせる。銀河を超える？ずいぶん大きく出たな。お前名前は？黒金ゼロ。黒金ゼロか、面白い。よし、明日からこの俺が特別にお前をしごいてやるわい。店長さんが？どうだやるか。ああもちろんだぜ。そしてそのデータはまるっと丸がいただくっす。よし、まずは打倒サラマンダだ。待ってるよ飛龍院忍。楽しい日も辛い日もある。笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある。乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。流した涙の数だけ強くなれる、そう信じて空を見上げてこう。今日がダメだと思っても明日に繋がるダメだから、腕を向いて笑って We go。 腕を向いて笑って We go。 打倒忍に向け特訓が始まった。ってこれで本当に強くなれんのか。次回地獄の猛特訓にゴーシュー。